Yare, yare. わー、ごっつい人だね。シンク、人の身体的特徴を口にするというのは良識ある人間のすることではありませんよ。でもマイサイスにシンクは見た目からして許そうって言われたよ。それはまあ私たちの間柄でのことですから。そもそも私たちの間柄というのは。俺も気にしていない。聞いてたの？ごめんなさい。怒ってなどいない。それでも無礼なことを口にしたのは私たちですから失礼いたしました。その気持ちがあるなら大丈夫だ。自分はリード。私はシンク。こっちはトレイ。よろしく。よろしくお願いします。自分には玄武の血が流れてるんだ。だからごっつい人とよく言われる。玄武、確か玄武って。ああ、今や広告の手に落ちた。必ずミリテス広告を打ち取りましょう。リードさんに流れる玄武の血のためにも。俺は復讐のために力を振るうつもりはない。これ以上血を流さないために、仲間の未来のために戦う。それだけだ。なんかかっこいい人だね。ええ、強い信念を持った人のようです。噂の性格構成プロカルナ。うんうん、噂は聞いてるよ。その怪しい肩書きやめてよ。え、じゃあなんて呼んでほしいの？私は別に心理学者でも講師でもないの。言うならば炎の商売人ってとこかしら。炎の商売人？そう、私にとっては全ての人がお客様。人格破綻者からお腹を空かせた子供まで、いかにも軽薄そうな人も高飛車な人も、みんなにサービスや物を提供します。なんか今さらっとひどいこと言われた気が。私もなんか悪意を感じたけど、
そんな心配性のお二人には心の栄養ドリンクエイテルがおすすめ。一口飲めばパッと心が明るく前向きに。お一つ7万ギルです。高っ！商売人って言うかぼったくり。無理、んな大金栄養ドリンクに使いたくない。ち、クラスゼロ意外にかもれないわね。まあいいわ、気が変わったらすぐに行ってね。いっぱい在庫はあるから。じゃあね。いらないってば。なんだ。なんだ。白虎の軍事パレードですか。あの気象、あれが広告元帥指導オールスタインか。果実我ら広告はルブルムに致命的な打撃を与え、ロリカ同盟を完全に沈黙させた。これはより大きな革新への第一歩である。旧態依然とした慣習に甘んじ、古き秩序を奉じる行為は進歩の放棄に他ならない。進歩を伴う変化を恐れぬことこそ真の広告民である。同胞たちよ、銃を取り、新しき秩序への道を開け。我らミリテス公国こそオリエンスの導き手アギトとならん。よく吠えるこった。オリエンスの覇権を握るためアギトの名を利用しているのでしょうね。いや、また会ったな。今日は弟には会えたのか。ああ。その割に浮かない顔だな。喧嘩でもしたのか。よくわかるな。仲がいい兄弟じゃなかったのか。兄弟ってのは普段はうざいもんさ。腹も立つし、本気で殴りたい時もある。なんか
この間と言っていることが全然違うじゃないか。いや、言ったろ、兄弟ってのはカッコ悪い関係だって。なるほど、確かにこの年になって兄弟喧嘩ってのはカッコ悪いな。俺は軍部の下っ端兵隊、弟はエリート候補生、考え方も違うさ。弟に嫉妬してるのか。いや、どっちかっていうと自分が情けないんだ。もっと戦果を上げて弟に言いたい。俺はお前を誇りに思ってるけど、お前の兄貴も誇れるやつなんだぞってな。僕たちは近いうちに出撃する。うん、もし僕が頼んだら手助けしてくれるか。君は候補生だろう。候補生のサポートにつくのは軍でも超一流のやつらだ。俺みたいな一兵卒にそんな話は回ってこない。回ってきたとしたら戦ってくれるか。俺にチャンスを恵んでくれるつもりか。別にそういうつもりじゃない。こっちとしても初めての作戦は知ってるやつと組みたいだけさ。俺はチャンスが回ってこようと来なかろうと、スザクと弟の未来のために戦うだけだ。全てをかけてな。そうか、早く弟と仲直りするんだな。こんな時代だ、いつ最後になるともわからない。それが分かっていても簡単にはできない。意地があるからな、兄弟ってな。そういうもんさ。あれ、こんなところで寝ていると風邪をひきますよ。何か夢でも見ていたのですか。夢？はい、聞き取ることはできませんでしたが、何か寝言を言っているようでした。何も思い出せない。なるほど。そもそも夢というのはですね、浅い眠りの時に大脳が覚醒時と同じような脳。あ、そうだ、エースさん、レムさんが探していましたよ。一緒に行きましょう。ああ。
クターの犬目。何か大丈夫そうですね。